こんにちは。はい、皆さんこんにちは。アバベルの時間です。はい、今日はですね、メズランナーコラボ始まった。メズランナーコラボが来ました。上に出てますね、バナーが、うんうん。でこれあのゲリラで時間で決まってるみたいなんです。今ちょうど来てるんで、もうあのちょっとブリちゃんたち今いないんですけども、行っちゃいましょう。あ、なんか表示変わってる。本当だ。 ID とかレベル59とか今日アップデート来てましたよね、うん、アバベルオンラインで、うん、なんか表示が変わってる。しかも私前回看護の庭行ってた。すいません、庭に行ってました前回最後まずは庭から脱出しないといけない。庭からの脱出。あ、もう脱出してる。あ、いっちゃん結構人多いかもしれない。チャンネル変えます。2ちゃんにします、ね、2ちゃんでいいですか、はい、3とかでもいいですけど、2、はい、2。私も2に行こう。さあ行きましょう。メイズランナーコラボの全容がついに明かされるわけですな。ゲリラでいつ来るかわからない。ただいま、ね、午後3時27分、うん、マルさん、私どこ行けばいいですか。ね、チャレンジ、あ、クエストの受付人の、はい、これチューリップの男はどこへ行けばいいですかチャレンジダンジョンに。チャレンジダンジョン了解です。参ります。私部屋じゃ、あ、村井さん作った方がいいか。 OK、 私が作りましょう、はい、あと30分。1日に何回ぐらい来るんですかね。何回ぐらい来てるんでしょう。見に行ったら今ちょうど来てたんで。迷路なのかな。しかもアイコンいろいろ変わってるね。でチャレンジダンジョンってことは迷宮案内人のアイリスさん、はい、チャレンジダンジョン、うん、で来てるわ、うん、あるわ、うん、メイズランナーコラボ。誰でも OK にしますか。おいでって感じにする。そうしましょう。で、これね、うん、誰でも OK。 じゃあマミルトさんすぐ入ってきてください、はい、作成。チャレンジダンジョン誰でも OK、 ブラブラ OK、 入りました。ようこそいらっしゃいませ。さあ、うん、どんな感じのコラボになっとるよな。おお、ちょっと整理だけ消しとこう。こ、迷路こか。うわ、すげえ。すげえ。なにこれ。あ、誰か回復してくれた。もう結構人いる。いますね。あ、すごい勢いで入ってきた。え、しかも人数多い。10人までさっき入れるって書いてあった。あ、なるほど、10人か。これ10人10人ですかね。もういる、うん、1、2。ちょっとじゃあマモリトさん、みんなになんか、はい、おしゃーすみたいな感じでご挨拶をいただければ、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10人、うん、もう完璧だ。はい。え、これ始めますって言って迷路を出してするわけ。まあ行こう、うん、行きます。開始。黄色いポータルを見つけるとゴールみたいな。うわ、すっげえ超迷路これはすごいわ。ちょっと一応私マミルトさんと一緒の方行こうか。そうですね、こっち行こうか。こっち行きましょうか。えガチ迷路、すげえな。あ、敵いる敵いる敵いる。早い。あ、早い早い。すごい、迷路の中に敵がいるんだ。敵そんな強くないんですね。あ、ドア開いてる。このドア開いてる。どういうこと。なんかドア先から閉まってるのにこっちのドアが開いてますね。ここ？あ、ほんとだ。敵倒すとこのドア開くとかいう、そういうシステムがあるのかな。どうなんでしょう。わからん。わからん。で、制限時間が10分なんで。あ、敵だ。あ、敵だ。押すと。押すと。確かに弱い。うん。で、向こうには人がいる。ぴょーんと。クリスタル？クリスタルが黄色だとゴールらしい。黄色だとゴール、うん、つまりここはゴールではない。ない、うん、でもこれ、うん、マップないじゃないですか、うん、ない。で敵をみんな、 あ、こっち来た。なんかこれ明らかになんか向こうから走ってきました感高いな。ありますね。マルト君さ、ちょっと戻ろうか。あ、いや、戻りましょうか。ちょっと戻ろうか、うん、戻ってあの続き行こうか、うん、そうですね。すげえ、本当に迷路、本当に迷路。これはこれレベル高。どこから来た、ね、どこから来ましたかね。あれあれあれ、もう分からん。じゃあ こっち行こうか。逆に ついになってる方行こうか。そうっすね。ちょうど向かい、対角線上、うんうん、なんだって。え、私、はい、なんか星野さん結構再現頑張りましたみたいなことを、うん、星野プロデューサー言ってたじゃないですか、うんうん、なんか再現ではない、オリジナルの迷路って言ってました。なんか再現はなんか逆にしちゃダメです。ああ、なるほどね。なんかとは言いましても、うん、アバベルオンラインの迷路って言ったらなんか部屋がたくさんあってポータルの移動でどっちやねんこれみたいな、そういう感じでしょって思ってた私が、うん、悪かったっす
丸さんいますか。いますいます。あ、よかったよかったよかった。逆にマミントンさん先頭の方がいいかな。私がそれを追っかけるような絵で撮ろうか。見失うともう会えなさそう、うん、だってもうすでに今私とマミルトさんしかいないです、うん、ここいない。あとの10人天然バラバラ。これ誰かがクリアしたらメッセージとかでさ、誰かがクリアしましたとか出んのこっちだよとかね、教えてほしいです、ね、合流してきた人いる。迷ったって言ってますね。言ってる言ってる。迷路ってさ、うん、壁沿いに、あれ、うん、え、まさかスタート地点。でもこれスタートじゃない。なんかこんなポータルいっぱいあるみたいです。これ行き止まりだ、うん、迷路って、うんうん、壁沿いにずっと壁をこう触り続けるとゴールに行くみたいな。できるけど、うん、結構広いよねこれ。広い。どっち、右右で、こやばい、あ、行き止まりだ。すっごいみんな迷ってる。これ完全にみんな迷ってるじゃん。完全にみんな迷ってますね。で今ゲリラであと30分ぐらい入れる、はい、うん、これ私たちあと6分間これ見つからない可能性ありますよ。これありますね。むずい。ここガチ、あ、こんな遺跡のなんか間通ってない。あ、やっぱでもオーストとか倒してこのドア開けないとダメなの。やばいな、地図ないもんな、うん、画面右上。そうですね、消されてますね、完全に。ここも横あるね。あ、こっちはこっち行ってみましょうか。先にこっちから潰そうか、うんうん、あれ、なんかやべ、チャットで終わった、このフロア終わりましたって言ってる人がいる。え、ゴールしたんですかね。フロア終わりましたってどういうこと。え別のフロアがあるの。ゴール、ちょっとチャット一瞬出そうか。あ、終わった、このフロア終わりました。ポータルの位置固定みたいだね。ほう、ポータルの位置が固定されているだと。これもうみんなさまよってるぞ。まだここら辺にいる人はさまってますね。やばい、この計画性なくただただ走ってるというこの我々、うん、終わってる感。あ、ポートで次の人に行ける。アトバンの人待った方がいいかな。気使ってくれてる。やばい、マミトン頑張ろう。頑張りましょう。え、全然これなんか真ん中のクリスタルに行けば行けますって言ってる。真ん中のクリスタルに行けば行ける、どういうこと。とりあえず私はとりあえずマミトン君とは分からないようにだけ、はい、あ、こんなに大量に迷ってるじゃん。でもこのテルルさんっていう方が、うん、あの分かってるようなチャットをしてたから、この人にちょっとついていってみましょうか。おお、ついていこうか。テテルルさん完全にたりき本が、うん、ついていきます。待ってください、待ってください、ついていきます。あ、もう完全に迷いなきこの、おっ、だってダッシュしてる。なんで真ん中のポータルの場所、あれ違った、間違えたらしい。待ってください。なんかアングルを下からにすると結構大きい建物が見えますね。見えるね。それを目指しているのかな。じゃあマミトン君ついていけないですよ、置いていかれますよ、うん、ついていってます。とりあえずポータルに来た、うん、そしてんここからなんかなんもないぞ、なんもないぞ、おい、なんもないぞ。お前どういうことだよ。殴るぞ。どういうことだよ。え、あ、こっち、こっち、こっち、まだここじゃないらしい。あ、こっち、こっちって。あ、待って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 。なんか画面を下からにして、はい、バーって見ると黄色い線が見えた。あ、本当だ。あの黄色い線がゴールかもしれん。ポータルあった。あ、これ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 。すごい。え、あの真ん中のクリスタルで画面こうやってグッて下げると、この黄色い線が空に向かってレーザーのように出てて、これだ。行こうか。行きましょう。行こう。行くぞ、突入だ。すげえ。この迷路たどり着いたらゴールじゃないんだよね。え、まだゴールじゃないんですか。え、わかんない、この先何あるの。え、ゴールやと思ってた。がっつり迷路っすね。うん、完全にがっつり迷路。あ、なるほど、ボス、そしてバイルキンか。ほら、3台、よかったね、2人。おお、早っ、
勝手にバイル菌倒れた。私3かけただけだぞ。行こうか。行きましょうか。これクリア。クリアみたいですね。すごい。クリアしたっぽい。これ楽しい。おお、クリアだ。フラ報酬箱。はてなはてなはてな。はてなはてなはてな。どっちがいいかな。私2の方開けようか、1の方開けようか、どっちでもいいよ。じゃあ別々の方開けてみます。OK。そしたら私1を開けましょう。マミト君の方がなんか 2の方が多分良さそうな雰囲気。2を開け。開けた。ました。ランナーチケット。ランナーチケット。一緒。うん。あ、2枚。2枚、1枚。これなんだ。ランナーチケットですね。フリーズランナー。もう一回行ってみますか。もう一回行ってみましょうか。敵弱かったし、バイルキンって強いのかなあれ。弱いバイルキンなのかな。メンバーが強かったんですかね。どうなんでしょう。ただ他のメンバーの人いてくれてよかったですね。よかったね。よかった。絶対無理だった。もう一回見てみます。うん、メイズランナー、これダンジョン作成でしょ。これ中級とか上級とかないんだね。ないですね。で誰でも OK みたいな感じ。皆さん改めてですけれども、この迷宮案内人アイリスさんに話しかけのチャレンジダンジョンで、うん、ダンジョン作成で行くことができます。はい、一旦2人で行ってみる。みんなで行ってみる。みんなで行ってみましょう。みんなで行ってみる、うん、じゃあとりあえず作成しますね。来い。時間せっかくね、うん、今あと22分っていうことでしたから、ね、うん、でランナーチケットって何ぞや。でちょっと今中央で急いで入らないと。入った行って。しゃべ。これ下から下目から見ると、うんうんうん、黄色いのが、とりあえず真ん中のクリスタルを目指して、真ん中のクリスタルの視点から黄色い線を、そのポータルのレーザーのようなものを探す感じかな、うん、こう見えます。さっきね、見えた気がしたんですよ。やっぱ敵とか倒さないと。あ、出ないのかな。出ないんですかね。まあ、とりあえずこれぐらいいればいいか、うん、もう行こうか、時間優先して。そうですね、参ります。開始、ドン、ドン、えい、センキュー。さあ、こっち行きましょう。こっち来い。それでクリスタル目指そうぜ。クリスタル割と素直な道順で、うん、クリスタルはさっきたどり着けた気がした。迷路、迷路、あ、ごめん、ごめん、ごめん、必要なかった。ほら、よいしょ。あ、クリスタル来た。あ、さっきの、そっか、クリスタルじゃなかったのか。クリスタルに行ってここから見る。ここから見えた気がしたんだけど、あれ私の気のせいかな。すげえポータルが見えた気がしたんだよね、さっき。なんか、まあ、でも見えそうな気はしますよね。うん、なんか、まあ、出てないか。出てない。ちょっとじゃあ、まだ出てないのかな。倒す。倒します。モンスター、モンスターどこや。みんな倒せ、うん、あ、ここだ。あ、まだ出てない。出てない。だからモンスター倒すとここが黄色くてわーってレーザーみたいに光るんだ。なるほど、こういうことだわ。まだ入れません。まだ早い。お前たちにはまだ早い。最悪、最悪、死に至る。極寒の地に裸で入るようなもんだ。あ、オーストいた。オーストいましょう。どこだ。私には見えていないぞ、オースト。あ、見えた。えっ、何匹くらいあるのかな。むしろみんながたくさん買ってくれてるだろうから、もうなんかポータルの前で待機、待ってた方がいいんじゃないか。あ、だからみんなもうポータルの位置を把握しているのか。さっき迷いなく歩いてた人は、うーん、かもしれない、うん、で、まだ入れない、うん、そしてみんながオーストを狩るのを待っている。やっぱ行こうか、うん、でもポータルの位置把握しててもさ、迷路で迷子になっていけんで、うん、なかなか。そうですね、戻れる自信はないですね。うん、大丈夫、絶対輝く、光り輝く。ああ、なるほど、そっかそっか、ポータルが開いたら開けば光り輝く、なんか道が、そう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 、
だから我々が今やるべきことはオーストを狩ること、全部狩ることだ。なるほど、行きましょう。ただオーストがどこにいるのか分からない。あ、いた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 、やっと見つけたぞ。獲物だ。ほら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 、早い。あ、3かけようとしたらバババババでやられちゃったオーストもかわいそうにオーストも多分回り込んでるだけですからね。そうだね、うん、もしくはこう遺跡でこう、うん、平和に暮らしていたはずだったいないかい、このかすかに生えてる苔を餌に。そう、だからラピュタみたいなもんですよラピュタ、宇宙に浮いていたラピュタみたいな。ブラザーを見失った。あ、いたいたいた。あ、後ろにおります。安心してください。あ、オーストが今狩られている。狩られましたね。あ、羽が散った。このオーストも我々のこの職業の食料に、うん、犠牲になったのだ。オーストは犠牲になったのだ。はい、行き止まり。行き止まり。これガチ迷路ですね。すごいな、この迷路。すごいっすね、これは。これはね、テンション上がる。相当すごいよ。でもそろそろオーストみんな終わったかな、うん、まだかな。クリスタルから光の道を探す。出ているか。光の柱出てない。オーストが足りない。オーストが足りてないんだろうな。みんなもっと頑張ってやる気出してちょっと別行動しよう。そうですね、私たちは辿り着けますかね。早くオーストを絡んできてはいけない、はい、OK、すこれめっちゃ面白い。これどこに誰がいるか分かんないけど新鮮だな、うん、これあのちょっともうちょっとこのあと2人、高橋くんとブリちゃん来たら4人だけで行ってみましょうか。ああ、そうだね、やれるかどうか、クリアできるのかどうか。あ、ポータルにたどり着いてしまった。ポータルはまだ開いてません。どこだ。オーストよ、オーストよ、オーストよ、出てこい。だからただ全力で走ってもダメなんだよね、うん、その隙間隙間にオーストが、うん、こそこそいないかっていうのをこう、ね、探しながらじゃないとダメなんだよね、うん、あのくしゃみして画面ちょっと目離したらどっちから来たか分からなくなりました大丈夫ですか、まあ、ですどっちから。あ、今目の前で光の柱がパーンと出た、うん、わお。ちょっとじゃあまずは中央のクリスタルに戻ろう。てててててて、やったー、クリスタルに戻ってきた。まずはクリスタルからの、やっぱ確認しましょうね。オーストは買ったことで、うん、あ、出たよ、ほら、ある。あ、本当だ、光の柱が画面右の上の方に。これでわかる、うんうんうん、もうここだ。あ、すごい、光の柱の 前にみんなもう待機してる。あ、ごめんなさい、今カメラそっち行きます。はい、私がカメラです、申し訳ございません光の柱が横、うんうん、すいません、お待ちください、お待ちください。すごい、でもなんすか、正しいこのなんか仕組みをもうすでに。あれあれあれ、あ、もうちょっとです。村井さんの名前見えました。そこの壁を越えたら来た。さあ行きましょう皆さん。よしよしよし、すごいなこの仕組み、うん、すごい。できっとあれだろ、私が3かける前にバイルキン壊れるまたバイルキンなのかな、ランダムかもしれない。誰だ誰だ、バイルキンだ。これ4人でやるとき辛いですね。ほら、分からんぞ、どんぐらい強いか分からんぞ。あ、弱い、うん、63しか食らわん。あ、もう壊れた。はや、え、このバイルキン弱い。4人でもクリアできるこれですね。ほー、すごい、メイズランナーコラボ。アバベルのこのコラボはなんかもう力入りすぎやね、いろいろできるしからすごいな。迷路を実装しちゃう、作るの結構大変だろうね。ね、開封する、はい、また私2を開封しました。え、違う、え、2は開けない方がいいです。なるほど、 HP 回復薬師匠でした悲しい一も同じでした、両方勝。これはこれランナーチケット何枚やったら何になるんすかね、うん、なんか報酬でメイズランナーの T シャツのアバターがもらえるって言ってましたけど、うん、言ってた言ってた、うん、チケット集めるのかな、
合成屋さんに持っていくともしかしたらチケット何枚かで交換とかできるかも。かも、うん、かもかもかも。できるかな。いやめっちゃこれ楽しいですね、はい、皆さんそんな感じです。あの、はい、いつ出現してるか、うん、ゲリラということでわからないということでね、うん、アイリスさんに話しかける、うん、見てください。あと13分、字小さくて見えないかな、うん、あと13分ということでございました。なるほど。いやこれペットばっか言ってましたけどちょっともうこれ僕が行くかもしれないですね。珍しいな、すごいな、ちょっとお知らせ読んでみようか。あ、そうですね、そこに時間書いてあるか、最新情報かな。はい、うん、アバベロンライン×映画メイズランナータイアップイベント開催、日頃よりどうと、本日より開催、メンテナンス終了後から、先ほどメンテナンスされましたからね、うん、で、おー、まさにこれだわ、これです ね、 ね、イメージイラストじゃなくてこれだ、そのものだった。あ、まあ、やっぱり予想通り合成屋さんに私今確認に行ったんですけど、うん、そこで合成屋さんでチケットからねその T シャツ作れますね。ランナーチケットを集めるとランナーボックスが生産でき、うん、ランナーボックスからはイベント限定のランナー T シャツが手に入りますと。チケットは10枚、10枚や、うん、必要。ゲーム内で映画メイズランダーの予告動画を視聴することができます。だってちょっと行ってみる。どこで、わからん、わからん、あの海辺の雰囲気ちょっと行ってみよう。あ、いつもの、あの我々の立ってるところ。そうそう、我々の銅像が立ってるところ。どこだ、なんかありますか。ある、ちょっと行きます行きます行きます、すごい、行きます行きます、もう見えてる。あ、見えてる、すげえ、なんか、なんかできてる。え、アワベルって何でもできますね。我々の銅像は撤去されてますか今。撤去されてません。お、撤去されてない、よかった。いるいる。さあこれ押したら動画始まるのかな。どうなんでしょう、ちょ押してみましょうか、うん、せーの、よいしょ。え、動画再生のためデータを取得します、よろしいですか。はい、お、すげえ。まあすみません、あのこれ流せないと思うんで権利的に、うん、あの流れます、ちょっとモザイク的なものかけておいてください、うん、すごい、なんか珍しいな、ちょっと見たくなんな、ちょっと見に行こうかな、見たくなんな、これ何何、ちょっと待ってくれ、今ここにいた人、お前さんペットにペット背中、なんなん、それ装飾品ですね、ここの肩の上に乗っているパンダの装飾品があるんです。あなた肩にパンダ乗ってますよ。しかもこの方、メイズランナー T シャツだ、さっき我々を導いてくれた方ですよ。マジでありがとうございます、先ほどは助かりました。あ、メイズランナー T シャツだ、え、めっちゃ可愛いやん、え、めっちゃ可愛い、その肩にパンダいいっすね、お姉さん、ドアップ、あ、ちょうどアップちょうどアップ、猫耳、先ほどありがとうございました。本当に助かりました。ありがとうございます。いや、なるほど。じゃあぜひとも皆さん、はい、迷宮案内人アイリスさんのとこをうろうろしてみてください。うん、いつ来てるかは分からないです。で、そのランナーチケットから合成屋さんで、うん、T シャツを作れるということで。うん、はい、以上、メイズランナーコラボ紹介でした。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますのでそちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。